体重をアップしていく際も摂取カロリーをアップダウンする方がいいとおっしゃっていたと思いますが、それはどれぐらい変えるのが効果的なのでしょうか。私は多い日と少ない日で炭水化物は 250g から変わるようにしているのですが、そうだね、俺は倍、少なくとも倍、少ない日と多い日の差は、例えば少ない日が 100g だったら多い日は200とかね、場合によっては3倍取ってもいい、ね、要するにアップダウンをつける目的としては体に刺激を入れるためなので、これがちょっとしか変わらないと体は別に刺激にならないので、なので最低倍、3倍でもいいと、別に4倍でもいいんだよ、こうアップダウン。例えば炭水化物は全く取らない、キトダイエットのようなものをして、それから上げていく、いきなり0から 300g 増やしたりね、そういうこともありだと思う。体の刺激になるようにすると。これはまあ別に決まりはなくて、その時によって変えてもいいしね。なのでそれによって体の状態を見るということだな。